ワシントンホテルは藤田観光株式会社が日本全国に展開しているビジネスホテルチェーンの名称である。藤田観光における事業名はワシントンホテルチェーン。ワシントンホテルプラザなどを展開するワシントンホテル株式会社とは過去に提携関係にあったが現在は完全に分離している。したがってワシントンホテルとワシントンホテルプラザの経営主体は 別の会社である。本校では、藤田観光グループが運営する、その他のホテルについても記載している。藤田観光直営によるビジネスホテル、ワシントンホテルの第1号は、1973年に札幌市に開業した札幌第一ワシントンホテルである。一方、ワシントンホテルとしての1号店は、その4年前の1969年、 名古屋国際ホテル株式会社によって名古屋に出展されたものであった。ワシントンホテルチェーンは当初、藤田観光直営のホテルとそれ以外のものも一律のワシントンホテルチェーンとして全国展開していたものの1997年2月にはそれまでワシントンホテル株式会社が展開していたワシントンホテル群がワシントンホテルプラザに解消して分裂した。しかし、 その後も両社は緩やかに提携、ワシントングループホテルズと称して、両チェーンを一覧できるウェブサイトを用意し、会員カードであるワシントンカードの共用を続けるなどしていた。そして、2012年2月末には、藤田観光のワシントンホテルでのワシントンカードの使用が無効となり、両社は名実ともに完全分離することとなった。しかし、 2020年の新型コロナウイルスの感染拡大に伴うホテル需要の大幅減少を背景に再び提携。2020年8月よりワシントンホテル運営の宿泊ネットに WHG ホテルズの22ホテルが加盟し、藤田観光側に関してもシステムの刷新が完了し、次第ワシントンホテルの運営施設が予約可能になる。藤田観光が経営する ワシントンホテルは2012年現在で全国に30店舗あり、2013年には仙台駅前と広島市が開業した。2015年春に開業予定の新宿駅、東口は上級ブランドのホテルグレースリー新宿に変更された。ビジネスホテル5三屋として、サンルート、東急院と共に数えられる。上記のうちワシントンホテル、ホテルグレースリー、ホテルフジタ、 ホテルタビノスの4ブランドで WHG ホテルズを成している。1990年の開業時点ですでにワシントンホテルチェーンとは無関係の朝日川ワシントンホテルが存在したためこの名称になっている。入居施設の名称はキャナルシティ博多だが近隣にワシントンホテル社の博多ワシントンホテルが先に開業していたため混同を避けるために博多ではなく 福岡としている。ありがとうございます。